ナムテスコのですね、ワイヤレス給電充電システムの特徴としまして、大きく3つほど挙げさせていただきます。まずはですね、ロボット側に搭載する、充電ユニット、それから充電のコイルの2つを搭載するんですけど、非常に軽量でコンパクトであるというところで、ロボットには搭載しやすいという特徴が、ございます。2つ目は、ユーザーインターフェースのところで、コントロールパネルという画面で充電のどういったバッテリーに対して充電をするのかとか、充電設定をしたりとかっていう、管理画面っていうところがあるんですけど、その中で、充電の状況だとか、あるいはログデータとかも、抽出できて、最終的に、Excel とかにも落とすことができて、非常にユーザーインターフェースとして使用がしやすいという特徴がございます。それから、価格競争のところでも、非常にメリットがあるというところで、お求めやすいようなものになっておりますので、ぜひお試しいただければと思っております。ワイヤレスに変えることでですね、ロボットとか、そういったものの運用に関して、無人化とかですね、効率化、あるいは自動化っていうところで多大な貢献ができるというふうに考えております。国内におきましては、昨年の、11月12月のところから事業が始まりましたので、まだまだ本当に知名度を含めてこれからの展開にはなってくるんですけども、本社のありますアメリカのワイボテック社のところでは、さまざまなドローンだとか AGV、AMR、それからレストランの最善ロボット、あるいは宇宙関係の NASA とかですね、そういったところに多数導入された実績というのがございまして、これからですね、国内においてもドローンやあるいは AGV、AMR、サービスロボット等々に波及していきたいなというふうに思っております。